オーストラリア海軍は、1996年より収益を開始させたコリンズ級潜水艦を6隻配備していたんだけど、今はその後継艦の建造計画を進めているみたいだね。どこの国も軍事産業に力を入れ始めているね。戦いは人類の技術を進歩させるっていうが、こういうことなのかもしれないな。競争が力を生んでいるのかもね。そしてそこで生まれた力が紆余曲折を経て、身近な技術として生まれ変わっていくんだね。人類の技術は停滞を見せ始めているって説もあったが、もしかすると中国はこれを狙って必要悪を演じているのかもな、なんて、それはないか。さすがにそんな卑小な国ではなさそうだけど、まあいろいろな意見があって当然だよね。さて今回は、冒頭で紹介したオーストラリア海軍の後継艦であるアタック級潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。先ほどの後継艦だけど、2018年12月にフランスが提案していた、原子力潜水艦の通常動力型への改造案での建造で合意し、開発される潜水艦はアタック級潜水艦と命名されたよ。その後、フランスの造船会社であるネイバルグループによって設計作業と並行して諸条件に関する交渉が進められていたんだけど、ここに来て設計作業の遅延と当初予定していたよりも費用が高騰したことにより、当初のスケジュール通りに計画が進んでいないことが問題となったんだ。そしてついには、オーストラリアの国防次官からも、プラン B という代替案への変更を示唆する発言が飛び出るまでに至ったんだって。この発言があったのは、2021年6月2日のことで、オーストラリア議会では、進行中のアタック級潜水艦プログラムが頓挫してしまった場合の代替案の検討について、野党議員労働党ペニー・ウォン上院議員より政府が追及を受けていたみたい。その中で政府側の答弁に立ったオーストラリア国防省のモリアーキ国防次官は、アタック級潜水艦建造計画の代替案として、プラン B の検討を進めている旨の回答を示したようだね。このアタック級潜水艦建造計画に関するネイバルグループとの交渉期限は、2020年12月までだったんだけど、それを過ぎても合意に至ることはなかったんだ。問題は先にも書いたように設計作業の遅延と建造費用の高騰となっているよ。本級建造計画の費用見積もりは、当初は500億オーストラリアドル日本円で約4兆円であったんだけど、それが800億900億オーストラリアドル日本円で約 6.5 兆円から約 7.3 兆円にまで高騰。交渉難航の方を受けて、オーストラリア議会の野党などから批判が吹き出しているってわけ。この建造計画は、当初よりオーストラリア国内での建造が求められており、国内産業界も雇用創出に寄与すると期待を寄せていたんだけど、それも疑わしい状況に陥っており、産業界からも信頼できないとの意見が多数派を占めるようになっているみたい。これにより、建造計画の中止を求める声も日に日に強くなってきている状況となっているぜ。なぜここまで建造費用が高騰してしまったの？それは、原子力潜水艦の通常動力型への設計変更の難易度が、フランス側が想定していたよりもことのほか高かったことが挙げられるね。フランスのネイバルグループは、フランス海軍のシフラン級原子力潜水艦をベースとして、通常動力型への設計変更を行うことで対応しようとしていたんだ。しかしながら、原子力で得ていた動力を通常動力から得るよう変換する過程で、その設計変更に苦戦してしまっていたんだって。同社はこの進捗状況と高騰した建造コストをオーストラリア産業界へ還元する具体的な方法について、明確な説明ができていないんだ。そのため、今回のアタック級潜水艦建造計画で最大の、市民勢力であるオーストラリア産業界からの不信感を示されるに至ったわけだな。2021年6月11日には、イギリスのコーンウォールで開催された G7 サミットにて、オーストラリアのモリソン首相は、会議終了後にフランスのマクロン大統領と直接、アタック級潜水艦建造計画について協議することになり、モリソン首相はマクロン大統領に建造計画の具体的な進展への見通しについて協力を求めたものとみられるよ。しかしながら、この時のオーストラリア国内では、すでに議会の公聴会などでアタック級潜水艦の建造計画が白紙になった場合について注目が集まっており、代替案についての議論が行われていたんだ。そもそも、フランス案の合意当初から、原子力潜水艦を通常動力型潜水艦へ設計変更することの困難さが指摘されていたぜ。原子力推進方式は、原子力機関で得た熱で蒸気タービンを動かすことで動力を得る仕組みだが、通常動力型はディーゼルエンジンで得た電力をバッテリーに充電して、
その電力でモーターを駆動することによって動力を得ているんだ。また、通常動力型は原子力推進方式と違い制約が多く、潜水艦に高度な運用能力を付与するには、それに伴う専門の高度な通常動力型潜水艦の建造技術を必要とするぜ。フランス海軍は通常動力型潜水艦を運用しておらず、原子力潜水艦のみを運用しているんだけど、原子力潜水艦を建造運用できるのならば、通常動力型潜水艦を建造運用できるというものではないんだよね。事実、原子力潜水艦のみ運用している米海軍は、すでに通常動力型潜水艦の運用ノウハウは逸失しているんだ。このような通常動力型潜水艦の技術的な蓄積のないフランスから、国内建造を約束するという餌に軽々しく乗ってしまった政権への批判も吹き出したってわけ。また、オーストラリア海軍は装備体系が米海軍との高度な互換性を保つよう整備されており、米海軍との互換性が低い独自の装備体系を持つフランス製の潜水艦を導入しようとするという、ミスマッチも批判を浴びる点となっているみたい。それは当時の政権でも当然予想できたものであると思われるんだけど、それでも同政権が国内建造に固執した理由も明確だね。オーストラリアでは国内生産の基盤が非常に脆弱なんだ。そこに日本円で4兆円以上もの規模の予算が動く潜水艦建造計画へ国内産業界を参画させないのであれば、国内産業界から政権への非常に大きな批判が巻き起こることは容易に想像できるだろうから、政権は性能面や技術面よりも国内産業界への経済的利益を優先したのだと推察されるよ。しかしながら、オーストラリアの潜水艦建造能力はお世辞にも高いとは言えないんだよな。現在運用しているコリンズ級潜水艦は、スウェーデン海軍のベステルエトランド級潜水艦をベースに設計され、オーストラリアの企業体が建造しているぜ。そして、建造後、コリンズ級は苦難の道のりを歩くんだよね。そもそも水中排水量1100トンのベステルエトランド級潜水艦をベースに、水中排水量3300トンのコリンズ級を設計したことに無理があったのか、それとも、造船会社の技術力が不足していたのか、就役したコリンズ級潜水艦は不具合が頻発しちゃったんだ。就役後に水中で大きな騒音を発するようになってしまったり、故障も頻発してしまい、潜水艦そのものの信頼性は著しく低下したってわけ。これには、オーストラリア海軍の人員面での不足も手伝ってしまい、オーストラリア海軍の潜水艦戦力の稼働率が大きく低下してしまい、一時は運用可能な潜水艦がたった一隻のみとなってしまったんだよな。オーストラリア国内では、コリンズ級潜水艦の開発は失敗だったという声すら聞こえてしまっているぜ。このように失敗作という烙印まで押されたコリンズ級潜水艦の後継艦建造計画が、現在炎上しているアタック級潜水艦建造計画なんだけど、この後継艦建造計画は2009年に通常動力型潜水艦12隻を建造する計画 C 線として立案され、オーストラリアの国防白書では2030年代を見据えた、遠洋海域での作戦行動も可能な大型通常動力型潜水艦の取得計画であると述べられているよ。この建造計画に基づいて建造プランの提案を各国企業に要請し、日本の双竜型をベースとしたプラン、ドイツの214型を大型化したプラン、フランスの原子力潜水艦をベースに通常動力型潜水艦としたプランなどが提案されているんだって。2009年当時のオーストラリア首相のアボット氏には、同盟国の米国との相互運用性が高く、米国も推していた双竜型潜水艦の評価は高かったようだけど、日本は機密保持の観点からオーストラリア国内での建造には消極的だったんだ。しかしながら、オーストラリアは経済状態が芳しくなく、積極的な国内産業の活性化を図る必要性からも国内建造は必須な状況であり、当時のアボット首相としては、国内建造に消極的な日本案を採用するのは、政治家としてかなり強いリーダーシップを必要とする事案だったよ。その後、2015年9月に経済政策の失策により、アボット首相ら2人を呼び亡くされ、後任にはターンブル首相が就任することになったな。ターンブル首相は、前任のアボット首相が経済政策の失策により辞任した背景もあり、国内経済の活性化が喫緊の課題から、性能を優先して輸入しなければならない日本案よりも、国内経済への利益を優先したフランス案の採用に舵を切ったんだよね。その他、フランス案を採用した理由として、2009年に就役している双竜型に採用されている技術は、2030年頃には陳腐化しているだろうという判断もあったみたい。しかしながら、
スランスが果たして2030年代にも陳腐化しない高性能な潜水艦を開発できたのか、今となっては誰も興味のないことなのかもしれないな。結局、オーストラリアは2021年9月にフランス側の開発遅延や、開発費高騰を理由にアタック級潜水艦建造計画の中止を発表。そして、米国から原子力潜水艦技術の提供を受け、原子力潜水艦の建造に舵を切ることになったよ。オーストラリアも日本と同様に広い領海を持っており、近年は中国と対抗するために潜水艦戦力を必要としているからね。今回のアタック級潜水艦のドタバタ劇は、一時的にはフランスとの外交関係に悪影響を与えるものではあるだろうけど、米国からの潜水艦建造技術の提供と原子力潜水艦の配備は、中長期的にはオーストラリアの国益に資するものになるものと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。